このラーメンで緑色は炎直荷重、青色は水平荷重、赤色は反力を表す。炎直荷重時のラーメンの変形状態と、応緑図水平荷重時のラーメンの変形状態と、応緑図ラーメンとは構造形式の一つで長方形に組まれた骨組みの各接合箇所を合接合したものを言う。ドイツ語で額縁の意。建築、土木構造の分野では、 柱が両と強し接合している構造をラーメン構造という。ラーメンは長方形の各部が合接合されていて、外力により、部材に発生した曲げモーメントは、接合部材に伝達しながら、全体の部材で強度を構成する。部材に平行な荷重がかかった場合でも、接合部で効力を発生して、筋解構造を不要とする一方、接合部に高い強度が要求される。 不正定構造であることから一部が破壊しても、応力の再分配が行われて崩壊することはなく、多くの箇所に破壊が生じた時に崩壊に至る。この性質を最大限に発揮するには、柱より量が先に破壊するようにすること、破壊モードは曲げ破壊のみとし、先端破壊を許さないことなどが重要である。比較される構造概念として、各部材の接合部が ピン接合されたトラスや部材を線ではなく面と捉える壁式構造、曲げモーメントを圧縮力に変換するアーチ構造などが挙げられる。ラーメン構造は近代建築における最も一般的な構造形式である。構造材物に見ると鉄骨作り、鉄筋コンクリート作り、鉄骨鉄筋コンクリート作りの建築物の多くに採用されている。 ラーメン構造が現在のように一般的な形式となったのは建築史的視点から見ると20世紀に入ってからのことであり上記に挙げた建築材料すなわち鉄とコンクリートの普及とラーメン構造の普及は切っても切れない関係にある歴史的な蓄積も多く信頼性が非常に高い事務所ビルや中層集合住宅などには柱間を6から8メートルに したものが最もコスト効率の良いものとされ、経済スパンとも呼ばれている。基本的には、ブレースや耐震壁が不要であるため、間仕切りのない広々とした空間を作ることができる。荷重に対しては、主に柱と量の曲げによって抵抗するため、柱と量は非常に太いものとなる。一般的な柱の寸法は、鉄骨作りで 300mm 角 900mm 角。 程度を、鉄筋コンクリート作りで 600mm 角から 1200mm 角程度となる。荷重による部材の変形は、曲げ変形が支配的であり、先段変形、軸方向変形はほとんど発生しない。地震荷重、風荷重に対しての変形量は、壁式構造などに比べて大きくなる。しかし、大変形時においても粘り強く抵抗する特性がある。 ただし、大変形に追従できない、縦具いや、仕上げ材が損傷を受けることが多い。木造においては、部材同士を公共に接合することが困難である。しかし、近年ドリフトピン工法の普及に伴い、木質建築物においてもラーメン構造が可能となった。ラグスクリューボルトによる門型ラーメン工法が、その代表例である。土構造物、河川、 海洋構造物なども含み、いわゆるインフラ整備全般を対象とする土木分野においては、一部の高構造、コンクリート構造について、あえて制定構造物と区別する際に、ラーメンの故障が用いられる。代表的なものとして、橋梁の上部構造において、ピン支点である師匠を設けずに合結構造とした、ラーメン橋がある。その他、橋梁下部構造においては、 単柱形式の橋脚が一点固定の制定構造であるのに対し、不制定構造である門型橋脚をラーメン橋脚と称して区別することがある。ラーメン構造の構造計算は複雑である。そのため、次のような方法が用いられる。ありがとうございます。